今日のナイス川柳。ナイスな川柳を毎日更新中。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。かわいい川柳グッズを販売しています。概要欄のリンクからチェックしてください。口パクとバレなくなったら真の歌詞。お題パフォーマンス193-3。助手席の息子も見てたハイヒール。お題 DNA ヒーロー。進化せぬ議員、2世も3世も。お題 DNA マココシャン。玉来るなと思いつつ言うバッチコイ。お題パフォーマンスマココシャン。上腕筋、見せたい時だけ肩車。お題パフォーマンストモコ1967。朝起きて痛いと来ないラッキーデー。お題健康問題シャリベン太郎さん。すするたび主治医の顔浮かぶラーメン。お題禁断トモコ1967。災いの元は口ではなくて指。お題 SNS マココシャン。忙しい君の口だけ忙しい。お題パフォーマンス寺龍さん。肩に腰心臓少しお年頃。お題健康問題豆腐ボーイさん。友達が増えていいねもいい加減。お題 SNS ゆりの花さん。担任の癖を完コピ友の前。お題パフォーマンスダンデライオンさん。忖度の相互フォローで増える友。お題 SNS トモコ1967。我が孫は生まれただけで MVP。 お題 MVP 泉心さん。社長いる時だけ2倍速部長。お題パフォーマンス秋ソルさん。ビール抜くママは料理の手は抜かず。お題 MVP ゆりの花さん。病気自慢してる間はまだ元気。お題健康問題 JPGR さん。おっとりな彼女早打ちタイピング。お題 CPU 秋ソルさん。置き配を犬に加えて逃げられた。お題オーマイガカムイさん。仕事でもカラオケくらい声出して。お題パフォーマンス梅田川太郎さん。猫撫でるだけで上がった好感度。お題パフォーマンス大野みなみさん。テレビ見てスマホをいじる二刀流。お題オーマイガスッポンさん。ブーメラン双子同士の口喧嘩。お題DNA NBD デザインさん。一言が誰かを癒し傷つける。お題 SNS NBD デザインさん。投稿が途絶えて君の身を案ず。お題 SNS チャーリーさん。